ロッキー・ゲールは、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のシンシナティレス参加所属。2006年の MLB ドラフト49巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名されたが、この時は契約せずに、ポートランド大学へ進学した。2010年の MLB ドラフト24巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。 契約後、参加の A-9、UG にエメラルズで、プロデビュー。43試合に出場して打率。292、16打点、2投類を記録した。2011年は、A 級フォートウェインティンキャップス、A 級レイクエルシノアストーム、A 級サンアントニオミッションズ、トリプル A 級ツーソンパドレスでプレーし、4球団合計で64試合に出場して打率。 194、1本類二26打点を記録した。2012年は、A 級レイクエルシノは、A 級サンアントニオ、トリプル A 級ツーソンでプレーし、3球団合計で58試合に出場して打率。174、1本類打、17打点、1盗塁を記録した。2013年は、A 級サンアントニオとトリプル A 級ツーソンで、 プレーし、2球団合計で70試合に出場して打率。242、1本塁打、24打点を記録した。2014年は、トリプル A 級、エルパソチワワズでプレーし、77試合に出場して、打率。303、35打点、1盗塁を記録した。オフには、オーストラリアンベースボールリーグのアデレードバイトで、プレーした。2015年、マイナーでは、 トリプル A 級、エルパソでプレーし、2球団合計で70試合に出場して打率24。242、1本塁打、24打点を記録した。9月2日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、6日のロサンゼルスドジャース戦で、メジャーデビュー。この年メジャーでは11試合に出場して打率。100だった。オフの12月2日に、FA となり、8日に、 マイナー契約で再契約した。2016年は AAQ サンアントニオとトリプ AAQ エルパソでプレイし、2球団合計で107試合に出場して打率。243、5本類打34打点、1盗塁を記録した。2017年、マイナーではトリプ AAQ エルパソでプレイし、2球団合計で103試合に出場して打率。278、 日本類が37打点を記録した。9月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは3試合に出場して打率。101本類打2打点を記録した。2018年2月20日にエリック・ホズマーの加入に伴ってディエフェとなり22日に自由契約となった。年月日にロサンゼルス・ドジャースと マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加のトリプル A 級オクラホマシティドジャースでプレーし、85試合に出場して打率、281、4本塁打、34打点、1盗塁を記録した。9月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 この年メジャーでは3試合に出場して無安打だ,だった。2019年7月23日に40人枠外となりマイナー契約となった。2019年7月31日に金銭トレードでタンパベイレイズへ移籍した。移籍後は参加の AAA 級ダーラムブルズでプレーした。オフの11月4日に FA となった。年月日に ドジャースとマイナー契約を結んだ。2020年オフに FA となった。2021年1月8日にシ,ンシナティレッツとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、18日に正式公示された。ありがとうございます。